皆さんこんばんは。今日は2024年11月9日土曜日です。今日のテーマは、米中貿易戦争貿易摩擦とも言います。これはですね、日本にも関係あります。トランプさんの60%の関税に対して、中国は、 ものすごいですね、準備しています。中国とアメリカ、貿易、摩擦について話をしますが、でもですね、みんなで考えてほしいんです。日本はどんな影響されるでしょうかトランプさんはもう一度大統領となりました。世界に注目されていることですね。日本にも影響されますが、 米中の貿易摩擦、もう一度起きると思います。トランプさんは大統領選挙の前、結構話ありました。私は大統領となって、中国産の消費に対して関税を60%にします。他の国に対して10%から20%にしますよ。 特に中国産の電気自動車に対して関税を100%から200%にします。また、中国で生産した電気自動車だけではなく、メキシコとか外国で生産した中国の企業、あるいは合弁会社が生産した電気自動車も同じです。 今年バイデンさんは決定しました。中国製の電気自動車に対して完成を100%にしました。もしトランプさんは200%にしたら中国製の電気自動車ですね。アメリカでは絶対に売れないと思います。これについてトランプさんはただのアピールあるいはスローガン だったでしょうかもし実施すれば、米中の貿易戦争起きると思います。では、トランプさんはどうしてこの政策を決めたでしょうかまだ中国だけではなく、外国の商品に対しても歓声を上げますと決定しました。ただし、中国は一番多いんです、60%です。 他の国は10%から20%です。原因を言いますと、アメリカの商品は輸出します。関税が結構高いんですよ。平等、公平のために、アメリカも輸入の関税を引き上げますよというような感じです。そのために、対等、貿易、法律を作ります。あるいは、トランプさんの 対等主義だと言われています。目的あります。製造業の復帰なんです。トランプ大統領は4年前から製造業の復帰。海外にあるアメリカの企業に帰ってきてほしいんです。あるいは外国の企業、アメリカで工場を作ってほしいんです。自分のところで生産してほしいんです。 これでアメリカは製造業の大国となります。例えば、ドイツ社はアメリカで製造してもらいます。それを実現するために税金を下げます。企業の所得税は25%を15%にします。また、個人の所得税について減税すると決めたんです。 生存業の復帰とは、労働者のことを守るためです。あるいは、雇用を守るためです。ただし、アメリカでは、物を作ると、コストがとても高いんです。人件費も高いし、土地の価格も高いし、ローエンド生存業は絶対に厳しいと思います。ほぼ無理でしょうか。例えば、靴。 防止すると厳しいと思います。これでアメリカの企業はどんどん海外へ移転しました。ただしトランプさんはそれでも生存業の復帰を実現したいです。それはできるでしょうか実はですね、これを提案した人はアメリカの元貿易担当、通商部の担当、ライト、 ハイザーさんなんです。完全の施策、生存量の復帰を提案しました。そしてそれは実現できますよと判断しています。ライト・ハイザーさんですね。この本ありました。No トレーダー is free と言います。自由の貿易は存在しません。内容として言いますと、アメリカの労働者産分のに 大学にいたことがないんです。こういうような方ですね。にすれば、生存業で働くことがとても大事です。生存業に入って、手に職をつけます。中産階級になることが可能です。経済的効果、国家の利益、企業の利益より、生存業の復帰が大事です。 アメリカ人はどの国がいいでしょうか考えましょうと。アンテナ収入があり、家庭も安定するよね。強い社会になるんですよね。みんな平等、公平です。収入の差もないことが大事です。また、アンテナ生存業に努め、プライドを持ち、労働者も嬉しいですよね。と言います。この 十数年間、アメリカの企業は効率を上げることを重視しました。価格重視、あるいは利益重視とも言います。ただ、診業者は増えてきました。貧困の団地も増えてきました。アメリカは全体的に衰退してしまって貧困になってきました。アメリカは貿易の施策を 変えなければいけません。一般的な労働者に対して安定かつ給料の高い食を提供しなければいけません。といった内容でした。つまりトランプさんの政策。この生存業の復帰とはものすごい人気あります。ライト・ハイザーさんは77歳です。弁護士でした。 法律家です。国際貿易法律事務所で30年間以上勤めてきました。特に国家の補助金についてものすごい反対していました。レーガン大統領の時代、彼は通商部の副長官として活動をしました。彼はですね、皆さんはご存知でしょうか プラザ合意を推進しました。また、日本車、鋼鉄について貿易の摩擦を起こしました。関税と経済制裁でアメリカの貿易、産業を守ることですだと評価されています。トランプさんは2017年1月大統領となって先にライト・ハイザーさんを 企業するよと発表しました。また、日本以外に韓国、EU、イギリスとの自由貿易協定について話し合いをしました。2020年7月、北米自由貿易協定を廃止にしました。その代わりに、アメリカ、メキシコ、カナダ、3カ国の貿易協定を作りました。 米中の貿易について、特に中国に対してアメリカのものを輸入してほしいんです。ライトハイザーさんは当時担当としてずっと習近平政権の留学と会談していました。これで米中貿易協定というものができたんです。トランプさんは大統領選挙で関税、 政策。他の国は10%から20%にします。中国だけ60%にします。これについて、ライト・ハイザーさんは全面的支持しました。これについて、ライト・ハイザーさんは説明しました。アメリカは孤立主義とか、他国を制裁するとか、牽制するつもりはないんです。 アメリカの貿易はずっと赤字なんですよ。それを改善するためです。関税を上げることで対応します。貿易の赤字が改善するまで上げていきます。また、サービス業はアメリカの経済を支える柱について批判しました。原因としては、アメリカには 強い生存業となる基礎があります。サービス業だけではなく、生存業の大国になります。政府は産業の発展を支持します。特定の領域に対して補助金を支給します。これで生存業の復帰は可能です。世界の各国、生存業の大国、 みんな政府から補助金を受け取っていますからというふうに説明しました。ライトハーザーさんはウォルカのマネージャーに言いました。トランプさんは登場してすぐに完成策を実施します。100日間以内、こういう貿易策についてライトハイザーさんは現在準備中です。完税の策を一番 先にしますから。これで、ウォルカイでは噂があります。ライトハイザーさんはきっと起用されます。例えば、財政長官、あるいは、司務部の代表、あるいは、大統領顧問とか、そういう重要な人間となります。米中の摩擦について、あの貿易戦争摩擦について、トランプさんは、 生存業の復帰を目標にしてもしました。中国は世界の工場なんです。アメリカへの輸出も続いています。中国とアメリカの貿易は中国が黒字であって年間4000億ドル超です。また習近平はトランプさんと約束ありまして4年前にあった貿易協定があるんですよ。 中国の成果の情報です。今年10月、中国の輸出額は12.7%の増加でした。輸入は2.3%の下落でした。貿易は黒字でした。597.2億ドルでした。原因はですね、中国の製造業、輸出企業、みんな警戒しています。早く輸出を 促進したいんです。私の友達もですね、これでものすごい視力を受けています。トランプは登場したら、アメリカ向けの術はほぼダメとなってしまうよねと思っていますので。以上のことを見てきて、ページの摩擦は起きる可能性は高いんです。UBS 投資銀行、今年6月、分析がありました。もし、 トランプさんが登場して60%の完成を上げられたらどうなるでしょうか中国の GDP 成長2.5%を減少すると、中国の経済成長5%を目標にしています。それを半分減ってしまうんです。シンガポールの経済学者、分析しました。中国政府はかなり 警戒しています。また作戦を考えています。11月8日から8日まで人民代表大会会議というものを開催します。今開催中です。経済策について、経済の刺激策についてアメリカの大統領選挙の結果を待っています。習近平とトランプさん、第一弾下の 貿易協定について中国は全然実行していません。トランプさんは絶対に許さないと思われます。ただし、マツコさんですね。テスラ自動車のマツコ社長は逆なんですよ。中国に世界一スーパー工場あります。世界のテスラ自動車、半分中国で製造しています。もし、 マツコさんは活動して、米中の関係は修復できるでしょうし、生存業において協力しちゃう可能性もありますからね、という話があったんです。でもですね、私は、うん、無理でしょう、というふうに思います。まとめると、米中の貿易戦争はあり得ます。トランプさんはたくさん何回も発言しました。 それはスローガンではありません。しっかりとした計画、目標ありますので、やはり労働者を守ります。生存業の復帰、実現するには、これもアメリカの民意でしょう、と私は思います。まだ、中国も準備していますが、ただし、意味はないと思います。原因を言いますと、中国の経済ですね、良くないんですよ。 インフラ投資はダメです。消費市場も良くないんです。不動産業界も全然ダメです。地方政府は財政なんです。難しいんです。この状況が進むと社会がですね、さらに混乱するんですよね。昨日、この間ですね、私は深圳について歩きながら動画で話をしました。 この最先端の都市ですね。今はもうむちゃくちゃです。あちこち。不ー者と言いますが、街ですね。寝る人がいっぱいです。不ー者でもないんですよ。働きたいんですよ。でも仕事がないんです。製造業がダメなんですよ。そしてですね、この間、動画でも話をしました。講義がものすごい多いんですよ。公務員ですな。 給料の見払いっていとうことがあります学校の教師も、病院のお医者さんも、銀行員もですね、みんな大変なんですよ。お金がないんです。政府とか。抗議が多くなって、最後は暴動が起きるんですよ。この状況で、中国の経済はとても弱いんです。この基盤が弱いんですよ。貿易戦争となったら、 中国政府は絶対に負けます。なので、政治の考えとしては、習近平は土下座します。私なら土下座します。トランプさんに対して土下座します。何でもいいよと言います。貿易摩擦はやめます。現在、中国の経済ですね、唯一この経済を引っ張るのは、輸出というエンジンですね。 もし習近平は強気で対抗していくんですよ。あるいは自分のメンツのために、メンツのために戦うと、中国の武器ですね、終わります。これはもう間違いないんです。そうすると、中国のですね、この製造業終わります。輸出も終わります。もっとですね、たこさんの仕事のいい人、街で溢れるんですよ。 これはですね、想像できません。とても怖いんです。またですね、中国の社会についてたくさん問題があるんです。またそれについて話をしたいと思います。この動画はここまでと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。